まず本題に入る前にドルフィンキックの打ち方のおさらいをしたいと思います。まずは映像のように陸上でストリームラインを作った状態で立っていただきます。最初からドルフィンキックの形を作るのは難しいので、まずはお腹をへこませてお尻を前に突き出す動きをやってみましょう。名前はドルフィンキックになってるんですが、イメージはこんな感じです。それでは実際にドルフィンキックの動きを再現してみましょう。お腹をへこませてお尻を前に突き出す、この動作を自然と繰り返しうねるような動作で行います。ここで注意する点は、上半身が動いてしまうと水の抵抗を受けてしまいますので、上半身はなるべく固定して行いましょう。はい、というわけで、リクエストありましたので、今回はですね、僕が最近強化しているドルフィンキック、バタフライキック、ドルフィンキックの強化メニューをちょっと皆さんにご紹介をしたいと思います。まず、セットで一応これは組んでるんですけど、まず1セット目ってなんですか。まず1回目は、一応僕はフィーをつけてやってます。でもね、市民プールとかで自主練されてる方なんかはやっぱりフィンとかね、やっぱりそういう道具系やっぱり使えないプール結構あるので、そういった場合は一応フィンはなしでも大丈夫で、フィンをまずつけていただいて、で1本目はこのストリームラインの、浮かんだ状態、フラットの姿勢、フラットの状態で浮かんだ状態、サーフェイスのまずドルフィンキック、これはゆっくりでまず1本で、サイクルは僕は大体1分30秒サイクルで 100m で、2本目は気をつけのドルフィンキックで、でこの 100m のメニューに関してはあえてゆっくりやります。ハードでやってもいいんですけど、やっぱりこう疲れるっていうか結構きついので、しっかりゆっくりでもしっかりどういうこうキックの打ち方をすると前に進むのか、まずこちらの 100m の、メニューでちょっと感覚をつかんでいただきます。
セット目なんですけど、2セット目は 50m に距離の方を減らしていただいて、でフィンを外します。でフィンを外した状態で、まあ、フィンをつけている時であのしっかりどういうキックの打ち方をすれば、まあ、進むのか大体、まあ、把握っていうかしてもらったと思うんで、今度はフィンを外した状態で、まあ、1本目はしっかりストリームラインのサーフェイスキックを、まあ、ドルフィンキックですで、1本やってもらって、2本目はまた同じ気をつけの姿勢で、はい、でこの際にストリームラインの時のこの気をつけてやる際も、体幹しっかり上半身を固定して、上半身がぶれてしまうと、その分水の抵抗を思いっきり受けて体力失速するし、エネルギーもかなり消費してしまいますので、こちらしっかり体幹をしっかり使うとかけて、ちょっと息を吐いた状態で、まあ、その状態で息を吸える、深呼吸とか息を吸えるような感じの状態で2本、はい、しっかりこちらも、ハードではなく、まあ、ゆっくりしっかりどういうキックの打ち方をしたら前に進むのか、しっかりこの 50m、はい、把握してみましょう。25m スプリントで
しっかりパーッとやってあげると、かなり足の方に神経系鍛えることができますので、ぜひ皆さんもこちらのドルフィンキックの強化に取り入れてみてください。じゃあお疲れ様でした。And I